Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーの三角です。本日は、在宅勤務でジェネシスクラウドを使いこなせということで、コロナ禍入社組の私とパートナー営業本部の佐口の2人でお送りいたします。佐口さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、では早速ですが、佐口さんの業務内容について簡単に教えていただけますか？はい、私、ジェネシスの方でですね、パートナー営業本部というところに所属しております。こちらでジェネシスが展開している主に3つの、プロダクトラインナップ、ジェネシスエンゲージ、ピュアコネクト、ジェネシスクラウド、3つのプロダクト、それぞれに、販売パートナーさんが、いらっしゃるんですけども、その販売パートナーさんのビジネスを、大きくしていく、成長させていくっていうところを、パートナーさんと一緒に、やっているという、こういう舞台になります。また昨今ですね、ジェネシスのソリューションだけで、コンタクトセンターのニーズをなかなか賄えないというところもありまして、CRM であったりとか、AI であったりとか、そういったテクノロジーのパートナー、アライアンスのパートナーさんとのエンゲージであったりとかというところも、パートナー本部の方で、担当しております。はい、ありがとうございます。私は昨年の2020年11月入社ということで、実は面接からですね、一度もジェネシスのオフィスというところには行ったことがなくて、入社してからも一度もないんですけれども、佐口さんは12月入社でしたっけ？そうですね、12月の中頃入社しました。そうですよね、いまだに私、メンバーとも会ったことないんですけれども、佐口さんも一緒ですか？同じですね。やっぱりそうですよね。オフィスにも行ったことがないですね。そうですよね。はい、でもなんか日常の業務は不思議なぐらい全然滞りなく行えてしまうというか、オフィスにいなくてもですね、在宅勤務でも、唯一ちょっと困ったところといえば、仕事帰りにビール飲みに行きたいなっていうのが実現できないぐらいかと思うんですけど、どうですか？はい、はい、全くですね、システム的なところでは苦労するところが全くないと言って過言ではないですね。ジェネシスの方で、クラウドサービスであるマイクロソフトの O365 を入れていて、使ってますし、あと何といっても、コラボレーション系のところではツールとしてはジェネシスクラウドということで、社内コミュニケーションであったり、ドキュメントの共有であったりとかっていうところは、リモートでも何ら問題なく業務を遂行できているかなというふうに思います。そうですよね。このジェネシスクラウドなんですけれども、VPN レスで接続できるので、家で働いててもですね、全然通信速度とかも気にする必要とかないですし、ただ電話をかけるといったところはもちろんなんですけれども、チャットもできますし、プレゼンスも確認できますし、ビデオ通話とかもできたりするんですよね。そうですね。はい。佐口さんはどの機能を一番使われてますか？そうですね。私まだ入社してから、外国のメンバーとも直接会ったことがないので、ディレクトリー検索をして、どういった人なのかなとかですね、いうところを使ったりとか、あとはプレゼンスを確認して、やっぱチャットが多いですかね、私は。はい、はい、ありがとうございます。私のチームではインサイドセールスチームということで、ウェブサイト経由からですとか、いろんなお客様から来た問い合わせに対しての対応をするんですけれども、お客様に対して電話をかけるときも当然ジェネシスクラウドを使っておりますし、また、ウェブサイトからですね、チャットが入ってきた場合も、そのチャットも、ジェネシスクラウドを使っているので、本当にですね、日常の業務で非常に使いやすいですよね。そうですね。はい、で私も同じく佐口さんと一緒で結構海外のチームとやり取りするんですけれども、一つ結構気に入ってる機能というのが、人の検索をした時に組織図まで見れるので、この人はどのチームにいて同じチームメンバーに誰がいるかというところが一目で分かるのと、あとコンタクト先が、チャットはもちろん電話、オフィス、メール全て一つのページで出てくるので、プレゼンスを見ながらどこで、どういうコンタクトをしようかなというのがすぐに分かるので、そういったところもすごく便利ですよね。そうですね。あと私が前職、前々職含めてですね、こういったコラボレーション系のツール、他社含めて使ってきて、今回初めてジェネシスクラウドを使っているわけなんですけども、面白いなと思ったのがですね、プレゼンスのステータスですかね、食事中とかですね、休憩中とかですね、トレーニング中とかですね、一般的にこう会議中とかですね、手が離せないとか、なんとか応答可能とかっていうもの以外に、より細かいステータスをこう表示させることができるんで、結構それも面白いなと思いますし、自分自身も食事中と休憩中を明示的に分けて使い分けたりなんかしてます。そうなんですね。それは初めて知りました。はい、ちょっと次回細かいところなんですけどね。次回気にしてみたいと思います。あと、はい、ジェネシスクラウドがっていう話ではないんですけども、これはうちの社内の運用の仕方っていうところかもしれませんけども、フェイスとフェイスで直接会ったことがない中で、やはりこうディレクトリーとか、そのなんですかね、チャットのアイコン、個人のアイコンに写真が入っている方がほとんどなんですね、うちの会社、外国含めて。そうするとやっぱり相手がどんな人なのかっていうのがこう分かるっていうのは、すごく心理的にコミュニケーションのバリアをこう下げる効果があるかなと思って、改めてこういうちょっとしたことがすごく大事なんだなっていうふうに改めて思いましたね。そうですね。特にこのコロナ禍でなかなか実際に会えないといったところですとか、もしくはグローバル企業でなかなか物理的に同じオフィスにいないので、グローバル企業じゃなくても日本国内でも例えば視点が違えばなかなか物理的に会うことってないと思うので、そういった時にやっぱ顔が見えるってすごく大事ですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに久口さん、日々の上司とのチャットとか、例えば、別のチームのメンバーとのチャットとか、そういったところでも使われてるんですか？そうですね。やはり上司とのやり取り、それからプロジェクトで関わっている、ハイタッチの営業だったり SE とのやり取りっていうのが非常に多いですね。ちなみに結構レスは早いんでしょうか？人により、状態によりっていうところもあるかもしれませんけども、応答可能な状態で、ステータス確認してチャットを入れれば、大体、すぐに返ってくる感じですね。はい、なるほど。じゃあちょっとここで実際にジェネシス社員どれぐらいジェネシスクラウドを使ってるかということで、実際田口さん、ちょっと田口さんの上司である橋村さんにちょっとチャットしてみましょうか。わかりました。じゃあちょっと画面共有をしてみましょうか。今して大丈夫なのかな。はい、これですね。では、今映ってますかね。はい、映ってます。大丈夫ですかね。ちなみに先ほど言った休憩中、食事中っていうのはどこで変えられるんでしょう？はい、ここのところでですね、取り込み中、離席中、休憩中、食事中、会議中、トレーニング中と、デフォルトでもこんな形になってますね。はい、ありがとうございます。はい、もう返事が来ましたね。はい、気にかけていただいているんですね。本当ですね。ちょっと半分いけるかなと思ってやってみたんですけど、バッチリでしたね。はい、はい、ありがとうございます。あとですね、よく使うのがこうやってチャットをやり取りしている中で、話が込み入ってきて、直接電話でかけていいかとかですね、あるいは資料共有もしたいから。社内でビデオ会議って、うち Zoom 使ってるじゃないですか。はい、で Zoom に切り替える、やり取りを Zoom に切り替えるみたいなことをしたいときに、ここのチャット画面に、スラッシュ Zoom ってやるとですね、この Zoom のミーティングの内容、ミーティングか、インフォメーションっていうのが相手にも送られて、ここをクリックすると、Zoom 会議に移ってそのままビデオ会議、あるいは資料共有なんかしながら、感じで送っておけば大丈夫かな、はい、っていうような感じですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、田口さん、画面共有ありがとうございます。みんな結構使ってるんですね。そうですね。便利に使ってます。はい。あとは、特に私の部署では、インサイドセールスチームということで、お客様に対してですね、たくさん、電話をかけさせていただいているんですけれども、ジェネシスクラウドの機能として、通話録音の機能があります。なので、例えばなんですけれども、私の方でですね、通話録音の内容を確認して、で、営業メンバーにですね、アドバイスをしたりですとか、もしくは、通録の内容をですね、聞きながら、どういったですね、キャンペーンを次、作っていこうですとか、そういったこともですね、実は使っているので、やっぱりこのジェネシスクラウドですね、ただ、電話ができる、プレゼンスが見える、チャットができるだけではなくて、本当にいろんな機能がですね、オールインワンって一言で言うのは簡単なんですけれども、本当に日々の業務で使えるような機能がたくさん入っています。そうですね。このあたりの機能はコールセンターでは非常に便利な機能だと思うんですけども、在宅勤務をしているとオフィス勤務者、一般のオフィス勤務者でも結構使えるんだなということを改めて実感しました。そうですよね。ちなみにこのジェネシスクラウド、実はコールセンターじゃないオフィス勤務者向けにコミュニケートというライセンスあるんですよ。知ってました？はい。6ヶ月の間にちゃんと勉強しましたよ。お、さすがですね、佐久さん。私、実はつい最近知りました。ということで、コールセンターで働いている方、もしくはですね、コールセンターで今後ですね、クラウドで使えるソリューションを検討中の方はもちろんなんですけれども、今後もですね、定期的に在宅勤務をですね、行っていきたいですとか、継続しなければならないといったですね、お客様に対しても、ジェネシスクラウド、非常に使える機能多くございますので、ぜひですね、少しでも興味を持たれて、実際にデモを見てみたいですとか、どんな機能があるのか知りたいという方はですね、こちらの URL コードから、ウェブサイトにアクセスしていただいて、お問い合わせをいただければと思います。では、佐久さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様、これからもですね、ジェネシスのいいところ、どんどん紹介していきたいと思いますので、また次回のCrewTube楽しみにしていてください。 Thank you. See you next time.